はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第87回でございます。で、今回のテーマが、周りと同じ、周りと違うというね、これで話していきます。で、まあ、サブテーマとして、安心感がマイナスパワー、そして、塾に行けなくたってという感じで、ね、喋っていこうと思うんですけども、え今回のテーマ、まあね、た多分テーマ見ただけだと、なんだろうな、みたいな。 感じがねするかもしれないんですけど、えー、相談をまたねいただきましてあの頂い,いた方ありがとうございましたで今回は本人の許可を取ってちょっと詳しくこういう相談があったのでこういう話をしますというのをまずね話していこうと思いますで、えー、今回もらったのは中3の女の子からなんですけど えっとまあ、ご家庭の事情で、まあ、金銭的なものなんですけど塾に通うことができないらしいんですねただもう周りクラスでも、えっと、今塾に行ってない子がねその本人その子を含めて3人ぐらいしかいないらしくってでやっぱり周りの子がどんどん行き始めてるとでうちはその、ね、お金が出せないからってお金がないからっていう塾に行けないってだからこうしかもね今の段階でその子があんまりこう成績が良くないらしいのね こう通知表でも2と3がある感じらしいので、もう私なんかのバカじゃ塾も行けないし、高校行けないですかねみたいなことを相談されたのです。で、そのメールでもちょっとある程度は返したんですけど、まあ、口でもね、喋っておきたいし、あとは今までに同じような相談を結構いただいたことがあるのね、塾にうちは行けないんですけどとか。 周りは家庭教師なのにとかねあとは逆に親御さんからも同じような相談をもらったこともあるので、まあ、せっかくだからと思って今回ねこう声というかこういうねあのダラダラジオで残させてもらおうと思いますでまあ、えー、と結論から言うと一番下のねサブテーマの「塾に行けなくたって」ってとこにつながるんだけど塾に行けなくたって成績は上がるよあの逆もしっかりでね塾に行ったって成績上がらない子は上がらないからねであのもし今ね塾に行ってる子 もううう、いいいいい。っぱると思うんで、こうよくね、理解ししてておいて欲しいあとはこれからね塾に行かせようと思ってる親御さんとか塾に行こうと思ってるね、その子供たちにしても是非ね覚えておいてほしいんですけどあの、塾に行くイコール成績が上がるではないんですねまあもちろんそういうご理解いただいている方たくさんいらっしゃると思うんだけどあの、そうじゃなくってこう、塾とか家庭教師とかまあ 本屋さんで売ってるなんだろうな教材問題集とかあとは自分の動画授業もそうですけどで、他の会社のね動画の授業もあるしさどんなものにしてもそれはねツールでしかなくってその例えばちょっとゲームに例えさせてもらうとそのアイテムじゃ例えば塾とか問題集とか、まあ、動画授業とか一つのアイテムだとしますそのアイテムを使うことによって成績が上がるっていうものではないんだよね。 で、そののかかかかかししてててどう生かすかっていううすっっいいいとところにしか繋がらないんだよ。塾とかっていうのはいい。入塾したから問題集を買ったから成績が上がるわけじゃないじゃんか絶対にそこに行ってどう自分で頑張るかその塾ってものをどう使うか問題集をどう使うかってそこに全てがかかってる成績が上がるかどうかっていうのはねででもさ実際ね塾に行ってる子って成績上がる子が多いでしょもちろん上がらない子もいるけど で特に、あのー、なよくねこう周りはみんな塾が行ったら成績上がるって言うんですって、ね、言われたことがあって確認したんだよ。それね、あのー、基本的に成績が上がった子とか行ってよかったなって満足度が高い人っていうのは口コミというかやっぱり話したくなるんだよね。特に仲いい子とかだったら共有したくなるしあそこ良かったよって私したら上がったんだよってななんかなんとかちゃんもどうみたいな感じでさけれどうまくいかなかった人っていうのはに口には出さない。 うん、あのそこに関して恥ずかしいとか思ってる方の方が多いのでだからいい口コミとかいい情報の方が入ってきやすいんだよねそういう状態っていうのはだからみんなみんな成績上がってるっていうふうに言うんだけど実際じゃちゃんと調べてたらそんなことはないんだよいい半まあ半分6割7割上がったらいいんじゃないかなっていう感じだねもちろん優秀な塾だったらほんと全員上げますみたいなほんと9割近く成績ちゃんと上がる塾とかもあるんだけど でも結局はやっぱ入ってからの自分の努力次第とかやり方次第なのでただねただ塾に行ったりとかすることによって何がいいかっていうと自分に合う先生を選べるっていうところがやっぱり塾の俺一番の特性というか特徴だと思っていて学校の先生ってさ例えばみんなね3年生とか進級したじゃん2年生1年生も小学生でもいいんだけどこう学年が新しくなった時に よし、担治先生、この人か。いや、この先生、合わない。チェンジとかできないでしょ、絶対に。その先生で1年過ごすしかないじゃんか。例えば、数学の先生、合わないから、ちょっと変えてください。とか、無理でしょ。でも、塾だったら、あの、前、塾の選び方でね、体験授業は絶対受けなきゃダメって話はしましたけど、体験授業の段階で、その先生が合う、合わないを決めれるわけだよ。あ、この先生合わないから、例えば違う先生にできますかとか、ね、そこの塾の体験授業1回受けても行かないで、違う塾の体験授業を受けてみるとか、選ぶことができる。 で、自分にとって合う先生ね、自分と相性がいい先生に出会うっていうのはすごく大事なことなの、うん、だからそういった意味でそ、ね、あの相性のいい先生に出会うことで質問がしやすくなったりとか、ね、あの疑問に思ったことが解決しやすくなるからだからそういった意味で塾っっててのはは。すごく有,の有効なんだよよね。使い方によってはもちろんそれだけじゃないけど受注室があったりとかねその、 なんだカリキュラムの組み方がね、そういえばアドバイスしてもらったりとかいろいろあるんだけど、ただ、一つの大きな要因としては、先生を選べるっていうのがすごくある。うん。でも、最初にも言ったように、じゃあ塾に行かなくちゃ上がらないかって言ったら、そんなことはなくって、塾に行けなくたって、もちろん成績上がること、上げることはできるんだよねい。いい先生に巡り合わなくたって。いいかな。だから、結論として、ぜひね、覚えておいてほしいのは、塾に行かなきゃ上がらないじゃなくっ塾に行かなきゃ上がらないじゃなくて、塾に行かなくても上がるんだよ。上げることはできるから。 自分の努力次第でねなのでそれをぜひ覚えておいてください。で今回ねその周りと同じ周りと違うっていう話ねあとは安心感がマイナスパワーっていうのを書きましたけどあの例えばねこうやっぱり日本特有特有でもないのかなでも日本人はよ,よくそうだよみたいな本で書いてあったりするんだけど日本ってあの周りと同じっていうのにすごく安心感を求めるそこに周りと同じことをするのが当たり前とか。 で周りと違うことをすると、まあ、異質なもの変わってる人変わったやつとかいうふうに見られてちょっと排除されるような流れができるんだよね。うん。あのこれがね他の海外とかだとそれが個性って結構受け止め,け止められて評価されたりするんだけどちょっとごめんね。<coughs> すれませんちょっと喉の調子がおかしくてそうそうだけど、まあ、やっぱり日本であるとやっぱすごく強いね周りと同じであることがいいことだみたいなだからあの,その塾をねそのこの時期 この時期かな中3の頭とか中2の終わりぐらいから増え始めるんだよねでその増え始める要因もねいろいろあるけどでもやっぱ大きな要因としては周りの子が生き始めるんだよねそうだから周りが生き始めるから自分も行かなきゃっていう周りと同じことをしなきゃっていう流れ置いてかれるんじゃないかっていう不安がね駆られるからさあとは例えばよく親御さんでね保護者の方でおっしゃるのはこう先輩ママだからもう受験を終えた お子さんをお持ちのお母さんとかに「ああうちもねだいたい4月とか5月ぐらいから行き始めたわよ」ってって言われると「あそうなんだじゃあうちも行かなきゃ」っていう風にやっぱ思うんですよね。そうだからまあやっぱ周りと同じってことを意識し始めるしあとはあの塾でもやっぱ夏期講習とかまあ、講習会ですよねあとは夏だと合宿とかもあるかな塾によっては。うん、でそういったのにこうみんなが参加するから。 あ参加しななきゃみたいい思、ね、思われる方多いと思うんですけどそれもねこれはもう個人的な意見ですよ元塾講師の一人間が言ってるだけと思ってほしいですけどこんなん言ったら塾講師の方に怒られるかもしれないけど講習会とか合宿に関してもやっぱり同じで使い方なんだよね一つのツールでしかないからだからやっぱり合宿俺ね自分が行ってた塾講師働いてた塾講師にか塾に関しては合宿はなかったんだけどやっぱり講習会はがっつりあってで すごい値段なんだよね俺自分が塾行ったことで塾あのねあれです英語の e c c ジュニアだけ行ってたんだけどあと塾行ったことがなくって中高ね一回もないから分かんないんだよその講習会とか受けたことないからだからその金額を自分が塾講師になった時に初めて知ったのねこんなかかるんだっていうもうねびっくりしたあマジかと思ってそうでそれだけのお金がかかるから 費用対効果って言ってやっぱ親御さんからすればそれだけお金を出してるからそれだけ成績上がるんでしょって思われるしでまあ子供たちからするとねやっぱりお金のことあんまり意識はしないだろうけどでもやっぱり雰囲気としてさお金がかかってるのも分かってるからあこれに参加すれば成績上がるんじゃねえかっていう意識よりも子供たちはこれに参加しないと置いてかれるんじゃないかってやっぱ思うことのが多いんだよね。 でもやっぱりそれは前の話とつながっていて参加しなきゃ上がらないわけじゃない参加しなかったら上がらないわけじゃないんだよ参加しなくても十分上がるから努力次第で,、うん、で自分のね塾講師時代もそうでしたけどうちの塾はねあのもう参加するかしないかではなくって参加するにしても授業のコマ数まあ個別指導だったからね これだけの授業をやりますよってじゃこのご家庭はちょっとね、まあ、お金のことがあるからこれだけちつあと授業数を減らしましょうとかっていうのができた塾だったから、まあ、その子その子とかそのご家庭ご家庭に合わせてね話をさせてもらってたけどあのー、よくね生徒に、まあ、すごく印象的だったのはあのー、もうね何年だったっけど多分俺がやってた塾講師入ってからすぐに自分の生徒になってまあ、丸3年ずっと過ごしててあの母子家庭の方だったのねお母さんしか、まあ、いないご家庭で あの結構ねお母さんが自分のことを信頼してくれてたから家庭の事情とかお財布事情も全部話してくれてたのそう、まあ、それがいいのか,か悪いのか分かんないよあの貯金がこれぐらいでとか収入がこれぐらいでとか全部お話しいただいてたからすごい状況分かってたので夏季講習はもう一回も一つも授業参加できないってもう月謝を払っていただくのも結構こうすごくやりくりしていただいて払っていただいてたから夏季講習はできないとでその時子供がねあの授業中にお母さんの前じゃないよ授業中に あ、はあ、うちなあ、貧乏だからな、って。そう。もっと金持ちの家に生まれたかったな、って言ったんだよ、暴走って。すげえいいやつなんだよ。すげえいいやつなんだけど、ちょっと落ち込んでて、その時。そう。って言ってたんだけど、でその時にすごい話をしたんだよね、すごく。もちろん叱ることはあんまなかったけど、その落ち込んでる時に追い打ちかけてもしょうがないからさ。それが、すげえ皮肉っぽく、なんか言ってるんだったらちょっとね、あカツを入れちゃうんだけど。でも、そのタイミングじゃねえなと思って話を聞いてて、で結局最終的にやっぱ伝えたかったのは、 あのやり方次第だろってだったらその周りで可否講習参加してるやつらより俺自分の勉強だけでまあね例えばその時、まあ、俺の生徒だったからその普通の授業は来てくれるわけじゃんか夏季講習って言ってこう特別授業は受けれなかったけどだからまあ配置じゃなかったけど本名配置じゃないんでねこうじゃあ俺の授業を受けて俺の授業だけでちゃんとお前らより周りより上げれたぜってなるようにやってみろよって。 で、それで「お母さん喜ばせてみ?」って「ちょっとびっくりさせてみそれで」えっ?」て「あそっかすぐ頑張ったね」って言ってもらえよみたいなそう話をしてですごいその時はね「ああ、うん、まあ頑張るけどさ」みたいなこと言ってたんだけどでもね結局は最終的にはねそいつめっちゃ上がったんだよ夏休みでうん「帰国し一回も参加できなかったんだよ」そうできなかったけどすげえ努力して自分でそうそうそう だからやっぱりその子だけじゃないしそういう経験はいっぱい他の子のね実例もあるけどやっぱその何かに参加するしないではなくって、まあ、参加した方がいいと思うんだよもちろんねそうやって成績上がるきっかけはいっぱいつかめるしチャンスはつかめるきっとでもそういうチャンスがなくたって努力次第でいくらでもカバーできるんだなっていうのをすごく実感したんだよねそうだからあのー 中学生とか特に中学生だとバイトもできないからさ自分のお金とかはできないじゃんかその芸能関係の仕事とかしてない限りは無理だよねモデルさんとかしてなければさだから自分で稼ぐことができないので収入面どうしようもないんだよであのー、もしねこれを聞いてくださってる方の中で例えば同じような状況うて、ね、お金がないから無理なの塾行かせられないのとか開講衆はちょっとねごめん我慢してって言われてるこの中ではもしかしたらね分かってるって分かってるけどさお母さんみたいな にもももしかしししててるるる気持持ちをっ方かかたらいいれないでも是非、あのー、ね覚えておいてほしいのはお父さんお母さんも悪気があって行かせないわけではないんだよねそれはもちろん分かってる行かせてあげたいんだよでもやっぱ自分もねこう今はねこう自営であの自分でこう一人でやってますけど活動としては熟講師で会社に勤めてる時とかは収入って増やせないんだよすぐには特に会社だと1年に1回ちょっと給料が上がるチャンスがあるかないかのぐらいの。 本当そんなな世界なのでしょうがもい意地悪をしたくて行かせないわけではない行かせたくてしょうがないんだよ親御さんっていうのはもう特にねほとんどのご家庭ほとんどのお父さんお母さんが最善を尽くしてあげたいの全力でフォローしてあげたいし全力でこう応援してあげたいでもできないっていうその悔しさの中で唇噛みしめてあのされてる方がたくさんいらっしゃる。 ね、いろんなお母さんとね話をさせてもらってるから普段もだからもちろんそれをね理解してい,ていただいてるというか理解してくれてる方も多いと思うんだけどあのその思いをちょっとねこう言いたい気持ちも分かるんだよ分かるけどグッとくらえてあの周りと同じように参加できないんだったら今できる今あるその環境でじゃあ俺は最善尽くしてやろうって、うん、いうふうに思ってもらえたらなと思います。 あのいろいろあると思うけどね他のいろんな要素もあってちょっと心苦しいことを、ね、思うこともあると思うんだけどあの俺はねこうやって動画を配信することしかできないしあの基礎問題しか取り上げられないからなかなかね役に立てるとこも多くないと思うんですけどでもこれからもねあの全力で自分で納得する授業で、ね、配信していくんでお金かかんないからさここに関しては登録もしなくていいしだからぜひあのいっぱい使ってもらえたらなと思います。はい、あのそんななことでででしか応援できないですけど あの応援する気持ちはお父さんお母さんにも負けないのでぜひね頑張ってくださいでちょっとねあの最後ね最後というか話忘れたけどその安心感がマイナスパワーっていうのはあの周りと同じっていうそのね安心感が生むとやっぱり努力のとこに繋がらなくなることが多くなるそう同じことしてるから大丈夫だべみたいな感じになってしまうんだけどそうじゃないっていうねそうそうそうだから安心感っていうのは時にすごく大事なんだけど時にすごいマイナスにも なりうるのでその辺もねうまくこうモチベーションとか考え方をコントロールしてやれたらいいのかなと思いますで最後にちょっとねこれあのテーマと関係ない話を一つねお伝えさせてもらいますあのー、前回の前回だよねあれですえっ、ー、とこのチャンネルについてという話をさせてもらった時にちょっと難しい問題をねこう取り上げ夏ぐらい取り上げられたらなっていう話をしたんですが、えー、ちょっとね計画を変えまして えっと、早ければ今月の、まあ、末ぐらい、来週にはできたらいいなとは思ってるんですけど、ちょっとずつ受験対策動画をね、少し増やしていこうと思います。で、えー、とただですね、えっ、ー、と、めちゃくちゃ難しい問題は取り上げません。あの、難関私立高校の過去問とかいうレベルは基本的に取り上げないです。えっ、ー、と、それに関しては、自分の、えっ、ー、と、このチャンネルを作り上げるっていう、その、なんていうかな、ポリシーというか、まあ、流れとか、このチャンネルをこうしたいっていうものにちょっと反しているので、 基本的には県立高校、まあ、都道府県立公立ですよね高校入試で出るレベル実際に出た問題とかそこの出た問題の数字を変えたちょっと問題作り変えたやつとかを取り上げていこうと思いますでえっ、ー、とねこれはちょっと自分の都合になってしまうんですがまずは自分の専門科目の数学から行かせてください理科も取ってるんですけどちょっとはただ数学から増やします でえっと、最初ね、2次関数ぐらい行っちゃおうと思うので、2次関数まだ習ってないことが多いんですけど、中3、ね、多いんですけど、ちょっと 2, 2次関数が最初に固めるかな、まあ、確率とかも増,えてい増,えと、ね、増やしていきたいとは思ってるんですけどあの、少し前倒しで受験対策動画をね、撮ろうと、まだね、決定じゃないんで、もしかしたら遅れるかもしれないんですけど、あの撮ろうということにしておりますので、もしよかったらね、そっちの方もぜひ使ってみてください。 では、ちょっと長くなってごめんね。えー、では、今回はこれで締めさせていただきましょう。今回は、ハイチのダラダラジオ第87回、周りと同じ、周りと違うというテーマで喋らせていただきました。えー、今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回はね、まだね、テーマ決まってませんが、またね、何か喋りますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。